防止には牛乳が効くんだってさ。うん。にゃ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 ーん。あれユッフィー、今日はお疲れモードだにゃ。どうしたの？さっきまで同じ部署の飲み会だったの。上司とめちゃくちゃ話して気づかれしちゃった。ノミニケーションってやつかにゃ。人間は大変だにゃ。猫にはわからないと思うけど、はっきり言って仕事より疲れるからね。寺島君、今日は無礼講だからって無礼な発言するのは上司だけだし。にゃー。次に何飲まれますかとか聞かないと気が使えない女だって思われちゃうし、にゃ、普段は何も意見しない男が酒の力を借りて夢だの目標だの会社の未来だの語っちゃって、うざいったらありゃしない。やっぱりお酒よりカプチーノの方がいいにゃ。はあ、疲れたな。来週は親が東京に来るので早めに帰りますって、殿下の宝刀で早く上がろう。まあ飲み会でリラックスできなくても猫動画は絶対癒されるから一緒に見ようにゃん。ありがとうカプチーニャン。今日はソファーから突然出てきた謎の物体に驚く猫だにゃん。それではにゃん、にいち、スタート。まだこれ、なに、これはびっくり。いやー可愛かった。これはびっくりするね。今ので顔だけ見えているのが猫のトニオくんだにゃ。そして足だけ見えているのがトニオくんのお兄さんコテツくん。ソファーから突然手を出して弟を驚かせようとしたのかもね。仲がいいんだね。ここで猫の豆知識を一つ。猫と仲良くなるのに欠かせないのがスキンシップだにゃ。その時に大切にした方がいいのがタイミング。たっぷり遊んだ後や横になっているリラックスした時が狙い目だにゃ。基本的に猫は気分屋だから乗り気じゃない時に撫でたりしても逆効果だにゃ。そうなんだ、今じゃないにゃ。気をつけるね。よし、それじゃあ今日もあれするにゃ。自称日本一早い誕生日おめでとう。元気に祝おう。本日9月21日誕生日の人はプリマリエさん。プリマリエさんは劇団四季出身の異色の芸人さんだにゃ。スタジオでバレエ講師を務める本格派。バレエ音楽に乗せて踊りながら行うコントや漫談は唯一無二だにゃん。へえ、面白そう。後でチェックします。さしてさして、野沢ひろのぶさん。野沢さんは海パン姿で撮影する一流カメラマンだにゃ。撮影されるグラビアアイドルも野沢さんがテンションマックスだから笑顔全開になるらしいにゃん。へえ、私も撮ってもらいたい。それではプリマリエさん、野沢ひろのぶさんほか全国の9月21日生まれの皆さん、せーの、ハッピーバースデー、あのハバーナイスデー。